皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日は5月の5日までの受注アイテムになっている島村さんとのコラボのこちらワンピース、じゃ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 ん、受注アイテムをご紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということで今回、夏物でワンピースを3型ですね、 3色2型なんですけれども作らせていただきました。すごいね、もうたくさん予約したよとか、あの全色予約したよとか、いろいろとご反響いただきありがとうございます。前回ね、出させていただいた、ちょうど1年前なのかな、出させていただいた時と、まあ形は同じ、ほぼ同じになっておりまして、ちょっと色展開を変えてみたりとか、あとリボンとかつけてみたり、こういうくるみボタンがあるんですけど、これに色をね、つけてみたりとかして、ちょっとところどころ変化しているので、皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、ではまず、今回ね、バッグと合わせてちょっとコーディネートルックブック作っていきたいと思うんですけれども、まずはこちらになります。じゃーん。こちらは茶色のワンピースになるんですけれども、今回3色展開で出しているんですけれども、まず私が今着用しているのがブラウン系、あとはこちらですね、こちらのきなりきなりになってるんですけれども、こちらの黒ドットですね、と黒のチェックですねの、こちらの3色展開になっております。こちらをね、まず着ていきたいと思うんですけれども、まず茶色コーデはちょっとね、きなり系の部分になってるんですよね、ヨーク切り替えが。で、同色のくるみボタンを、まあ、飾りでつけているんですけれども、白とかのバッグと合わせていただくととっても可愛らしいと思います。あと今回出させていただいたお帽子ですね、のブラウンと合わせるとすごくこうコーディネート的には素敵なんじゃないかなと思います。今回ブラウンのお洋服なんですけれども、今ねパニエはニナスさんとのコラボで作らせていただいたスカートを1枚履いております。パニエはね、履いても履かなくても大丈夫です。でこちら裏地はしっかりとね、こんな感じですごくね伸びる生地なんですけれども、しっかりと裏地もついておりますので、あの透けることなく着ていただけるので、パニエなしで着ていただいても大丈夫です。私的にはこう冬まで着ていただきたいと思うので、こちら島村さんとのコラボで作らせていただいたボレロ、皆さんもお持ちな方多いと思うので、ちょっと重ねてみたいと思います。まだね、朝晩は寒い時期が続いているので、ちょっとね、半袖だと不安だなみたいな時あると思うんですけど、こういう風に着ていただいて、はい、こんな感じで合わせていただくと、すごいクラシカルコーデになりません?めちゃくちゃ可愛いっていう感じのコーディネートが出来上がりました。結構クラロリさんとかお好きな方はこういう風にコーディネートしていただくと可愛いんじゃないかなと思います。黒とね、合わせてみても可愛いと思うので、こちらのカチューシャを黒にしていただいて、でバッグ、じゃーん。こちらのカゴバッグも黒にしていただいて、こんな感じで持っても可愛いと思います。こちらのお洋服はゴムになってます。お袖もゴムになっていて、でお腹部分ですね、ここの部分もゴムになっているので、すごくこうたくさん食べれるというか、サイズ調整しやすいと思います。楽にね、着ていただきたいなと思っているので、で黒黒コーデで合わせてみました。こんな感じでね、黒と合わせても可愛いと思います。今回はこのリボンの部分、これ一応リボンなしはこんな感じの雰囲気になるんですけれども、リボンをね、今後ろでね結んでいる状態になります。こんな感じで、でこのリボンなんですけど、前で結んでいただくと前にリボンが来るので、もう少しデザイン性のあるものになるので、同色の生地で作ったリボンになるんですけれども、こちらを前で結んでみます。はい、こんな感じで結んでいただくと、ちょっとよりクラシカルでガーリーな雰囲気になると思います。
どっちでね、湯あいていただいても可愛いと思うので、こんな感じで使っていただいても可愛いと思いますので、2way で楽しめるデザインになっております。前回はね、リボンはつけてなかったんですけど、リボンをね、つけて、コーディネートされてる方をたくさん、私は SNS で見たので、今回はリボンをつけるようにしました。ぜひね、後ろでも前でも、ありでもなしでも楽しんでいただけると思います。はい、続いてのコーディネートはこちらになります。じゃーん。こちらはですね、きなり系の生地の中に黒いドットが入っているデザインになっております。すごくね、こう夏らしい涼しげな印象の一枚になってるんですけど、ドットが黒になっているので、すごくね、可愛らしいというか、黒の小物とかと合わせていただくとめちゃくちゃ可愛いと思います。で、ここがくるみボタンになっているのと、このヨーク切り替えの部分は白ではなく同色のきなり系のカラーにしてみました。で、今回はこのね、ボディバッグ、すごく大人気アイテムなんですけど、これをね、こうちょっと使ってちょっとカジュアルダウンする感じでコーディネートしていただいてもすごく可愛いと思います。で、こんな感じでスポーティーな感じでしていただいてもいいですし、こんな感じでカゴバッグとね、合わせていただいてもめちゃくちゃ可愛いと思います。こんな感じになります。私は身長157センチになるんですけれども、全然足首以上出る感じなので、150センチの人に着ていただいても全然大丈夫だったので、長さは大丈夫かなと思います。生地の感じもこんな感じで透けにくい素材になっていて、しっかりと裏地もついているので、全然透ける素材ではないので、皆様ご安心ください。あとね、柔らかく伸びる素材なのと、シワになりにくい素材になっています。そして今回ね、こちら先ほども言った通りリボンなんですけれども、こんな風になっているので、これをね、前で結んでみたいと思います。はい、こんな感じで前で結ぶことができます。ちょっとガーリーな雰囲気になりますよね。はい、こんな感じになります。前で結んでいただいても可愛いですし、後ろで結んでいただいても可愛いデザインなので、すごいいろんな方法でいろんなデザインで楽しんでいただければと思います。そしてこんな感じでカーディガン合わせもめちゃくちゃ可愛いと思います。カーディガンを合わせるとすごくね、こう黒で私は合わせてるんですけど、リボンがこう出すこともできたりとかして目立つので、めちゃくちゃ可愛いです。このカーディガンも島村さんとのコラボで作らせたカーディガンになります。はい、こんな感じでぜひ皆さん試してみてください。はい、続いてのコーディネートはこちらになります。こちらはヨーク切り替え部分は白、そしてこちらの方もチェックになっています。ちょっと銀ガムチェックよりもばらけたチェックになっているので、珍しいチェックかなと思います。すごくね、可愛らしい色合いになっているんですけど、白と黒のコントラストがとっても夏らしくて素敵です。で、こちらなんですけど、しっかり裏地もついております。で、黒のチェックなので小物をね、今黒で合わせております。こちらニナスさんとのバッグの受注アイテムになっている商品になります。まあ、リュックとしても背負えるので、まあ、リュックを持つ感じで持っていただいても可愛いんじゃないかなと思います。はい、こんな感じになっていて、前のボタン、くるみボタンは黒になってます。で、チェックの印象は本当に爽やかな感じだから、夏にすごくぴったりです。で、素材もすごく柔らかくてシワになりにくいので、本当にロリータさんずっと着てる方はすごいこれを着ると、めちゃ楽ってなると思います。カーディガンを着てみたいと思うんですけれども、こちらのボレロタイプのものを着ていきたいと思います。ちょうどチェックが色味が黒で、ボタンも黒になっているので、カーディガンを着るとこんな感じになります。カーディガン合わせもめちゃくちゃ可愛いので、ぜひね、夏だけではなくて冬まで着ていただきたいワンピースになっております。そしてこちらなんですけれども、リボンがね、これは後ろで結んでるんですが、前で結ぶことももちろんできます。はい、こんな感じで前でリボンを結んでもめちゃくちゃ可愛くないですか。すごくガーリーな雰囲気になると思うので、まあ、前で結んだり後ろで結んだり、気分とか、あと、まあ、デザイン、自分のコーディネートのデザインに合わせて、やっていただければと思います。そしてですね、もう一つ着方としてはこちら、
こちらですね。こちらは、ブローチ、今回、島村さんコラボで作らせていただいたブローチになるんですけど、これはね、ゴールドのリボンとグログランリボンがついているんですけど、このブローチをここにつけていただいたりとか、まあ、お持ちのブローチをこうつけていただいたり、カメオ風のものとかね、つけていただいても可愛いと思うんですけど、まあ、いろんなものをつけていただいて、ちょっとコーディネートしたり、あと、こう、キューポットさんとかのアクセサリーとかをつけていただくと、こう洋空切り替えの部分が華やかになるので、アクセサリーでちょっとポイントをつけていただいても可愛いと思います。はい、続いてのワンピースはこちらの形になります。すごい、なんかトワルドジュイ柄は本当に毎年人気で、今回、前回は洋服切り替えタイプでトワルドジュイ柄を作らせていただいたんですけど、今回はこちらの襟付きセーラータイプのワンピースの方でトワルドジュイのワンピースを作らせていただきました。もうすっごく可愛くて、私的に今6個デザインがあるんですけれども、結構これとピンクのギンガムが私的な一番推しアイテムになっております。めっちゃ可愛いですよね。今回のこちらの襟付きのワンピースなんですけれども、こちらトワルドジュイ以外にも3色展開になっております。こちら黒いドットになってるんですけれども、よく見るとドットの部分がベージュ系になっているので、結構大人っぽいドット柄と、あとはギンガムチェックになっております。このギンガムチェックのピンクも割とそんなに派手めなくすみ系のピンクカラーになってるので、まあ、ピンクに抵抗がある方でも着やすいピンクかなと思います。そしてトワルドジュイ柄の3色の展開になっています。こちらもね、合わせて着ていきたいと思います。今回こちらのデザインなんですけれども、前開きになっていてくるみボタンになっているので、まあ、かぶって着るタイプになっております。で、襟元がね、ぐるっと可愛らしい大きめの襟になってるんですけど、後ろが、まあ、軽いセーラーな感じになっているので、すごく上品で、後ろ姿もとっても可愛いという感じになっております。で、私はね、結構撮影でもカゴバッグとかと合わせて、このね、帽子を合わせるとすごくこう夏感が満載で、スポーツサンダルとかね、今回出させていただいたリボンのサンダルとかと合わせていただくと、本当に夏にすごく爽やかに着ていただけるかなと思っております。こんな感じ。で、今回カーディガンとかも合わせていただきたいなと思ってまして、島村さんとのコラボで作らせていただいたこちらのカーディガンですね。白がね、めっちゃ相性が良かったのでご紹介していくんですけど、まあ、冬でもね、着ていただきたいなと思っているので、まあ、白いカーディガンとかと合わせていただいて、めっちゃもう全身島村さんコーデになっちゃうんですけど、はい、こんな感じで襟をカーディガンの上から出すと、すごい襟がこう目立ってとっても可愛いですし、小顔効果もあると思います。はい、こんな感じでね、カーディガン合わせをしていただいて、冬までもう年中着ていただきたいですし、夏はさらっと1枚でも着ていただけます。で、こちらもですね、お袖のところもゴムですし、お腹の部分もかなりゴムになっていて、伸縮性があるデザインなので、たくさん食べることもできますし、着ていてとっても楽です。ツルツルの素材になっているので、前回のものよりもちょっと軽いかなっていう印象があります。はい、続いてはピンクのギンガムチェックを着させていただいてます。そしてこちらも島村さんコラボのピンクのカチューシャです。めちゃくちゃ相性、色がバッチリじゃないですか。で、ギンガムチェックが割と細かめのギンガムなので、すごく大人っぽくも着れるアイテムだと思います。お袖もゴムだし、お腹の部分もゴムになってるので、めちゃくちゃ楽ちんです。で、こちらなんですけど、6サイズ展開ありますので、サイズのこう詳細などは島村さんのオンラインの方を見ていただければわかると思うんですけど、いろんな体型の方に着ていただきたいアイテムです。そしてこんな感じです。めちゃくちゃ可愛いですよね。1段あるのでちょっとお姫様感もありますし、やっぱりピンクって本当に可愛いですよね。こんな感じでピンクのカゴバッグとね、合わせていただくとすごい夏感があって可愛いですよね。で、後ろ姿も軽いセーラーな雰囲気になっているので、すごくさりげない可愛さがあると思います。島村さんとのコラボで作らせていただいたピンクの、ちょっとくすみ系のピンクのカーディガンと合わせてみたいと思います。
チェックなんですけど、ギンガムチェックなんですけど、まあ冬に着ていただいても可愛いと思いますので、ぜひねカーディガンと合わせていろんな時期に着ていただきたいんですが、はい、こんな感じになります。もう全身島村コーデっていう感じなんですけど、ピンクのカーディガンとの合わせもめちゃくちゃ可愛いので、まあ、ピンクのカーディガンもねたくさん持ってるよっていう方いらっしゃると思うので、ぜひこのコーディネートで冬着ていただければと思います。こんな感じになりました。はい、続いて黒のコーディネートになります。はい、こちらが黒のドットになるんですけれども、めちゃくちゃ大人っぽい感じの雰囲気になります。でこちらの黒のドットなんですけれども、ベージュ系のねドットになっているので、すごく合わせやすくて大人っぽいカラーになっています。バッグと合わせて、帽子とも合わせて全身コーディネートしてみました。結構ピンク、ギンガムチェックとかは可愛らしい雰囲気なんですけど、こちらのドットはすごく大人っぽい雰囲気で、なんかディズニーに着ていきたいっておっしゃってる方も多かったので、結構テーマパークとかに私のワンピース着ていってくださってる方多くて、ピューロランド行った時とか、あとディズニー行った時も私のコラボの島村さんコラボのアイテムを着てらっしゃることを見ることもたくさんあるので、本当にありがとうございます。はい、こんな感じでね、黒すごい、黒はね本当どんな方にも合わせやすいですし、可愛らしすぎず着ていただけるんじゃないかなと思うので、ぜひねこんな感じで黒いバッグと合わせたり、黒い帽子と合わせたりしてコーディネートしていただければと思います。ちょっとボレロのカーディガンですね。このね襟付きのワンピースは特にカーディガン合わせは襟を出すことができるので、とっても可愛いですよね。はい、こんな感じでカーディガン合わせしていただくと、ほんと真冬でも着ていただけるアイテムになります。ぜひ皆さん着てみてください。割と大きめのパニエを履いてみたいと思います。結構ガチパニエになります。これぐらいのロリータパニエを履いたらどうなるのかっていうところで、ちょっと私腰履きにしてるんですけど、全然生地感的には問題ないと思います。はい、こんな感じでちょっとねロリータ風な感じにしたければ、ガチパニエを履いていただいて、ちょっとボリューム感を出していただく履き方もできるので、ぜひいろんな着方で着ていただければと思いますし、パニエをね履いていただいても全然生地感的に余裕があるので、いろんなパニエを駆使していろんなコーディネートを楽しんでみてください。はい、ということで今回島村さんとのコラボのアイテムなんですけれども、5月5日ゴールデンウィークの最終日ではなくて1日手前ですね、日曜日の23時までのご予約締め切りになっております。6種類ですね、2型6種類で6サイズ展開のアイテムなんですけれども、5月5日の日曜日までのご予約締め切りになっております。で、島村さんのオンラインで23時までになっておりますので、皆様ご予約忘れのないようにお願いいたします。こちらのワンピースに関してはご予約すれば必ず手に届くアイテムになっておりますので、ぜひ皆様ご予約忘れないようにお願いします。ということで青木美佐子でした。ぜひ夏にたくさん着ていただきたいワンピースです。それではバイバーイ。